2023年5月29日に放送された、日本放送のラジオ番組においてジャーナリストの須田慎一郎氏が、ウクライナ軍の反転攻勢によってクリミア半島を奪還した後、膠着状態となって停戦協議の可能性が出てくると語ったよ。これについてはインターネット上で反論が挙げられている状態だね。ロシアとウクライナの問題は結構ナイーブだし、下手な憶測で語るのはネット民の餌食になっちゃうよね。そうだね。さて今回はそんなクリミア奪還による停戦の可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず番組の中で須田氏は、飯田氏のウクライナの反転攻勢がいつになるかとの質問に対して、もう反転攻勢の準備は着々と整えられていて、ウクライナ軍部隊の展開はほぼ公開情報になってしまっている、としているのであるが、これまでにウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける地点を確定した報道は一切出ておらず、すべては軍事専門家などによる推測に過ぎないとの指摘があるんだ。さらに須田氏は今反転攻勢するために、ウクライナサイドは合計で新たに9旅団を編成していると言われていて、そのうちの3分の2である6旅団が迫っている地点は、双方の公開情報でほぼ明らかになっており、あとはタイミングの問題ではないかと語っているんだけど、ウクライナ軍が新編成している反転攻勢用部隊の規模については、大方の欧米メディアが12個旅団4万人から多くとも5万人としているよ。同氏は双方の公開情報がどのような情報であるかについての詳細は一切語っておらず、インターネット上ではまず攻勢を仕掛ける側のウクライナ軍が事前にロシア軍にその地点を知らせるような愚かなことをするはずがない、との指摘があり、部隊の移動情報は軍隊の中でも極秘中の極秘事項であり、日本の軍事専門家でもないジャーナリストでもわかるような情報を発信しているはずがないとの声が上がっているみたいだね。そして須田氏は、ウクライナ軍を見てわかるのは、東部の方はロシア軍の防御体制が盤石なので、南部の方、クリミア奪還に向けた作戦行動が行われる可能性があるとして、あたかも自身の分析の結果であるかのように述べているけど、このことについてもここまでの戦況を知る誰もが普通に考えることであるとする声があり、わざわざラジオ番組で特ダネのように語る内容ではないとの指摘があるんだって。その上で須田氏はウクライナ東部はロシアが抑えて、ウクライナ軍がクリミア奪還となれば、場合によってはゼレンスキー大統領やプーチン大統領がどう判断するかわからないものの、膠着状態に陥って停戦協議という流れになるかもしれないとして、それがある意味での、考えられるベストシナリオではないかと述べたんだ。このことについても反論が多数見られ、一方的に侵略を受けて国土を占領されたウクライナが、2014年に一方的に併合されたクリミア半島を奪還したとして、東部ドンバス地方が占領されたままで停戦に応じることはないだろうとする見方が大勢を占めているよ。確かに東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州は、2014年のドンバス戦争の原因となったロシア語を話す新ロシア派住民が、ウクライナからの独立を果たそうと結成された武装勢力の存在があり、今回のロシアによる侵略に便乗してそれぞれ、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国の建国を宣言した上で、ウクライナの支配地域も含めてロシア連邦に併合された形となっているため、仮にウクライナ軍が領州を完全に奪還したとしても、再び火種を抱え込むことになるのは明白だけど、ドンバス地方領州を支配されたまま停戦することで、ロシア側が住民のロシア化を急速に進め、さほど時を経ずしてもはや戻せないほどに実効支配を強化することもまた明らかであるため、ウクライナのゼレンスキー大統領が停戦協議を呼びかけることも応じることもないとの見方がほとんどってわけ。さらに国土のすべてを侵略以前の状態に戻さず東部を占領されたままでは、停戦によって一息ついてボロボロになった地上軍を再編成したロシア軍は、必ず再び侵略を企てるのは、これまでのロシアのやり方を見ていれば明らかであり、そのことを知っているウクライナ側は、国土のすべてを完全に奪還した上で、国境の防備を固めることができない以上は停戦に応じるはずがないんだよね。そして、ロシア側にしてもウクライナ軍がクリミア半島を奪還するということは、
そこに繋がるヘルソン州及び、ザポリージャ州も奪還されているはずであり、ドンバス地方2州に加えてザポリージャ州と、ヘルソン州も不完全な占領ながら併合を宣言している、ロシアのプーチン大統領が停戦協議を考えるはずもないことは、火を見るよりも明らかとする意見が多く出ていて、須田氏の楽観視に呆れる声もあるようだね。いずれにしてもウクライナ南部をウクライナ軍が奪還したものの、東部ドンバスの大半がロシアに占領されたままの、停戦か、ウクライナ、ロシア両国どちらにとってもある意味での、考えられるベストシナリオとはならないことは確かだね。その一方でアメリカをはじめとする西側諸国が、ウクライナへの支援疲れから停戦を、ゼレンスキー大統領に進めるのではないかとの見方をする向きもあるよね。もしそのチャンスがあったとしたら、昨年9月に4州の併合宣言が出された時だろうね。しかし、ほぼ同時にウクライナ軍が北東部のハルキウ州において反転攻勢に出て、ロシア軍を大きく敗走させたためにその機会は失われ、西側諸国はウクライナ軍による国土奪還の可能性を感じたことで、疲れかけていた軍事支援について、逆にそれまで提供を拒んでいた新型の戦車や装甲戦闘車両の供与にまで、発展させて増強したことは、ウクライナが国土からロシア軍を駆逐するまで支援する覚悟を決めたことを表しているよ。また、先日開催された G7 広島サミットにおいて、ゼレンスキー大統領が電撃来日して驚かされたことは記憶に新しいんだけど、その際にバイデン大統領がそれまで堅くなに供与を拒んでいた、アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンを保有する他国が、ウクライナに供与することを認めるとする発言を引き出したばかりか、アメリカは機体の供与はしないがパイロットの訓練には協力するとの発言も出されたんだ。須田氏はこのゼレンスキー大統領の行動は、軍事支援の中心的存在である。G7 諸国の首脳の支援疲れを払拭させるためであり、F-16 の供与はその象徴だったとしているね。しかし、F-16 については G7 以前にオランダやデンマークが供与する動きを見せていたほか、アメリカも他国の供与を容認する姿勢であることが報じられていて、おそらくはリモートでの参加であったとしても、バイデン大統領からは同じ発言が出たと見る向きが多いよ。ゼレンスキー大統領が暗殺の危険を押してまで来日したのは、この G7 にインドやインドネシアなどいわゆる、グローバルサウスと呼ばれる、西側諸国とロシアとの間で、均等の距離を取ろうとしている新興国途上国が参加していたからであるとの見方があるね。グローバルサウスの中でも、世界一の人口を誇るインドの存在は無視することができないほど大きく、ゼレンスキー大統領は特にインドのモディ首相との会談を切望したと見られているね。インドはこれまで旧ソ連製の兵器を中心に装備していたけど、それでも近年は兵器の国産化を目指し、ロシアや欧米諸国の技術を導入して開発を進めているが技術力はまだ低く、2018年4月にタイのチェンマイで開催された兵器の展示会においてニルマラ・シタラマン国防相が、インド軍に必ずインド製を買うよう説得できるとは今は思えないと吐露しているんだ。ただ、このインドの情勢についても須田氏は認識が甘く、インドの兵器の7割はロシア製と語りそのためにロシアとの関係が切れないとしているが、現在のインドは兵器の約6割が輸入でその半分以上が旧ソ連ロシア製の兵器とされ、その他西側諸国の兵器を技術導入のために購入しており、ロシア製兵器は7割もないらしいよ。これらのことから、須田氏の自説に同調する声は少なく、クリミア半島を奪還したとしても、ウクライナ側もロシア側も停戦協議に応じることはなく、この侵略戦争が長期化するとの見方が広がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。